アイです。厚切りジェイソンです。今日はいつもの即興英会話ではございません。そうなの？さすがに慣れたでしょもう、はい、コーナー企画です今回。コーナーコーナー OK OK Thank you、はい、和製英語和製英語ね、はい、やっていこうと思います。実はこれ多分どれ一つも伝わらないんですよ。あ、全部ダメですか？全部ダメです。サラリーマンダメですか？サラリーマンダメです。なるほど、はい、それぜひ教えていただきたいと思います。わかりました。じゃあそれぞれ行きましょうかね、はい、ホチキス、はい、ステープラー、ステープラー、いやがホチキス、ホチキス、ステープラー、はい、これなんか確か由来聞いたことあるような気がするんですけど、それはなんかブランド名から来てませんでしたっけ？ホチキス、はい、そういうような説があったような気がしますけど、英語じゃないですよね、ホチキス。ステープラー、ステープラー、うーん、サラリーマン、サラリーマン、これでも意外と言いがちなんですよね、サラリーマン。みんな言ってますけど、はい、ちょっと不思議ですよね。これすごい悲しい意味に聞こえるんですよ。サラリーマン、給料をもらうために生きてる人物です。それはサラリーマン。サラリーマンですと言うとなんか悲しい感じがしますよね。なるほどね。それだけのために生きてるんですかとか、他のやりがいとか特になく、そうですね、もう給料もらうためだけに働いてる。そうなんですよ。ああ、なるほどなるほど。基本英語になると実際にどういう仕事をしてるのかの具体的な内容を言うのが定番ですよ。例えばマーケティングの何々をやってますとか、営業の何々をやってますみたいなことを言うんですけど、なんか日本だと正社員ですだけで片付けようとするんですよね。確かに。それちょっと正社員は、まあ、よかったねだけど何をやってるんですかまで。正社員広すぎますからね。そう、ちなみにこれサラリーマンとも言いますけど、はい、普通にビジネスマンっていうカタカナ表記も割と見るんですけど、はいはい、ビジネスマンって通じます、まあ、より通じますね、サラリーマンよりは。あ、でもそうなんですね。最近ですと、はい、その男性女性差別の問題で、はい、マンとかはあんまり言わなくなったんですね。これは男性の方だけを言ってるので、ビジネスパーソンの方が最近使われてるかもしれない。でもそれはただただビジネスをやってる人だから、具体的な内容になってないので、うん、実際にどういうような仕事をやってるのかを言った方が普通に、まあ英語で会話するなら合ってるかもしれないです。わかりました、はい、次はシャープペンシルです。シャープペンシル、鋭いペンサル、それは削った直後のペンサルですよね。確かにその直訳したものと実物が一致しないっていう、はい、これは何て言えばいいんですか？メカニカルペンシル。メカニカル。メカニカル。機械的な。ああ、それがシャープペンシル。そうです。ちなみに、ボールペンってあるじゃないですか。はい、あれは伝わるんですか？伝わります。あれはボールペン。ボールペン。ボールペン。なんでボールペン言うか分かります？先が丸くボールになってる。そうですよ。あ、そうなんですね。そうです。ちょっと当たるとちょっと戸惑うんですよ、ごめんなさい、今外れたかと思った。で、はい、それがそのままですから、はい、英語でも多分もともとそう呼ばれてました。Talent。 これダメなんですか？合ってる場合と合ってない場合は両方あります。場合によって。で、これが職業としては存在しないかもしれないですね。はい、タレントっていう職業としては NG とかおかしい。例えばアクターの方がいいですよね。アクター。アクター。アクター。アクトレス。アクトレス。俳優さん、女優さん。でもなんか大まかに言うと、はい、TV talent、TV personality とかは言うかもしれないですけど、なんかタレントだけを言ったら、はい、あの特技みたいな感じですよね。タレントショーという言い方もありますけど、はい、みんなが特技を披露するような大会はタレントショーというんですので、日本語のタレントはもう多分そういうメディア出てる人を示してるんですけど、そういう意味にはならないですので。はい、なるほど。さっきとちょっとこれ近いですけど、もっとやっぱり具体的にアクターとかっていう職業として言 う, ってう、ね。あのコメディアンとか。ああ、なるほどなるほど。タレントって広い意味ではなくて、これで言っちゃうと特技の方に。そうですよね。っていうバックミラー、バックミラー、車のやつですね。これバック後ろ、はい、ミラー鏡、はい、いけそうじゃないですか。いけそうだけどね、はい、バックミラーを英語だけを聞くと、はい、後ろについてる鏡に聞こえるんですよね。あ、なるほど、はい、場所が後ろなんです。後ろを見るためじゃなくて、そう、後ろを見るためじゃなくて後ろにあるミラーかなと、なんかちょっと分かんないので、はい、あのバックミラー、そのこういうやつですよね。そうです、そうです。これは英語だと Rear View Mirror、 後ろを見るための鏡、 Rear View Mirror になります。 Rear View Mirror、 ビューか、見るためのっていう。そう、あー、なるほど、後ろを見る鏡で。ラストがアルバイト。アルバイト、アルバイトは英語じゃないですよね、はい、これどうなんですか、なんか自分今から分かりますけど言語が違うと思いますけど、これ、はい、なんかドイツかオランダ語だったような気がしますけど、まあ英語じゃないので、はい、全然伝わりません。
アルバイトって言っても何言ってんだこの人と、はい、そうカタカナで書かれてるから英語だと思ってしまう、はい、まあ人はいると思いますけど、はい、英語ではないです。だからよく使われるのはパートタイムジョブとかパートタイムワークとか、パートタイムジョブ、はい、ああなるほどなるほど、たまにやる仕事みたいな感じでしょうね。あれアメリカで言う例えば正社員とかっていう表現もあるんですか、はい、フォータイムエンプロイーとかになりますかね。フルタイム、あ、フルタイムエンプロイー、あ、ずっと働く社員、ああ、なるほどなるほど。和製英語は、はい、まあちょっとした罠ですよね。英語だと思ってるからそれをつい、うん、あ、それだったら伝わるかなと言ってしまうんですけど、はい、意外とそれは伝わないケースもありますので、はい、ちょっとうんと見られたらそれはもうちょっと、まあ、違う説明みたいな言い方の方がいいかもしれないです。とても勉強になりました。ということで皆さんもね、ぜひ機会があったら使ってみてください。いや、使わないやつだからこれ。使ってみてくださいじゃないよ。これは使わない方がいいやつだったよ。な正しいツッコミですね。はい、はい、お願いします。お願いします。例えばあなたのタレントは何ですかとか What is your talent? I'm good at teaching math とか、 ありがとうございます。ありがとうございます。まあ例えですけど、はい、本当は思ってないですけど。本当に、まあ、ちょっと思ってる、本当に上げてから落としますよね。愛情だと思ってる。それがお笑いの鉄板。お願いします。次お願いします、はい。